田中英座は、日本の映画監督、脚本家、俳優である。新劇俳優から日活向島撮影所で映画監督となる。純映画劇運動の騎士として、革新映画と呼ばれる、生きるカバネや、ケイアエリテンなどの画期的作品を作り、日本映画の芸術的革新者の一人となった。晩年は更新の指導を行い、俳優として自ら映画にも出演した。著書も多い。 1886年11月3日、東京都日本橋かぶ町に生まれる。父親の伝基地は株屋を営んでいたが、3歳の時に父と死別している。1905年に国民英学会英文化を卒業し、校長の推薦で同校の講師となる。1908年11月、藤沢朝次郎の主催する東京俳優養成所に、 第一期生として入所。同期には、上山総人、諸口19、岩田祐吉がいた。田中はそこで教授をしていた、幼いるから、近代劇のドラマトゥルギーや、演技のリアリズムを学び、3年後の1911年6月、同校を卒業。俳優学校第一回卒業生支援、廃場に、岩田、諸口らと共に出演した。卒業後は、 幼いの土曜劇場や新劇場に参加して、新劇俳優となるが、うまくいかなかった。1917年4月、増本清の勧めで、日活向島撮影所に入社。はじめの7ヶ月間は、小口忠監督の助手を務めており、翌1918年1月に監督となり、3月16日公開の赤月で映画監督デビューした。 当時の日活向島撮影所は、心配映画を作っており、女役を、小山が演じるなど、旧体依然とした制作体制をとっていた。そんな中、田中は、日活の心配映画の革新を志し、山本義和、増本らと、同志的結合を結び、同年に監督第二作として、レフトルストイの同名小説の映画化である、生けるカバネを発表。 同作では、カットバックや、移動撮影、逆光線撮影などの技法を効果的に使ったほか、これまでの書き割りからロケーション撮影を行ったり、イタリア映画を真似て、これまでの映画にはなかった、アバンタイトルの監督名等のクレジットを付けるなど、旧来の作品からの脱却を試み、革新映画の第一作とされた。また、田中が行った試みは、 帰り山のリマサによって理論化、実践されており、二人は純映画劇運動の騎士的存在となった。1919年に制作した、斧が罪では、影ゼリフを止め、スポークンタイトルを入れ、ショットを細かく割って見せたが、全国の活動弁士から日活営業部宛に抗議が寄せられた。1920年、日活向島に女優を採用した映画を制作する。 新劇部門の第3部を設け、田中はその第一作となる朝日さす前を監督。同作は12月31日に正月映画として封切られ、以降は第3部映画を作るが、1921年11月26日にチフスにかかって東京病院に入院し、半年間休業することとなった。この頃に第3部は解体された。 復帰後の1922年12月30日、ケイヤエリー展が公開。同作は、下町の老舗の没落を、四季の移り変わりの中で描き、日活最後のお山映画となったが、日本人の生活と欲望を生々しく表現した、画期的な作品となり、最高傑作と評された。1923年3月15日には、岡田義子主演の、ドクロの舞が公開され、 日活向島も、新破劇から、現代劇へと転換することとなった。同年5月、同節映賞を退社した。また、同年11月10日に開校した日本、映画俳優学校では、森岩を、近藤伊代吉、木山、中木定一らと共に講師を務めた。1926年、東京の日活本社に、同社の企画本部、金曜会の結成に参加。 森岩親増田はじめ、村田実ノも参加して、日活現代劇工場のためにシナリオを提供する。田中も、溝口健二監督の、神人形春の囁ささきと、安倍豊監督の、彼をめぐる五人の女のシナリオを書く。以降は、日本大学芸術学部映画科や、大英の演技研究所などで、更新の育成を行った。戦後は、今井正監督の、またう日まで、 や豊田志郎監督のガンなど各社の映画に俳優として出演した。その傍ら、陶器俳優特本等の著書を執筆、上司し続けた。1968年6月13日午前6時、東京都世田谷区池尻の古畑病院で老衰のため死去。去年81。カテゴリー、田中英座の監督映画国立国会図書館蔵書。 ありがとうございます。